久保さん、0時ももう少しで終わりを迎えそうですね。あの、ちょっと買い物してきまして、こちらコップで。このね、なんだ。ここがね、めっちゃ持ちやすいんですよ。ここね。それだけなんですけど。これちょっとインスタにもアップしようかなと思うんですけど。これ1600円でした。100均いったらね、いっぱいコップあるんですけど。もう毎日僕コーヒー飲むんで。 一目惚れしたっすね、これね。<laughs> っていう動画でよ,よくないですか <laughs> まあこれちょっとまたいっぱい動画撮り、なんかインスタかインスタですね、これそう。なんかあの、みんなできないことをやろうとするんですよね。できることでいいじゃないですか。<laughs> 別にできないことをできるように、 えー、することも大事でしょ大事なんだけど、じゃあ、できないことっていつできるようになるんですかって話じゃないですか。<laughs> 結局、時間は、あのー、常にこう進んでるので、特に老化は進んでます。最近、昨日かなあの、僕、ここの、ここなんか、ブツブツがすげえ出てきちゃって、ニキビとか、な,なんか、吹き出物ですね。ぶわー出てきて、なんかもう痛くて、薬塗って、 でまあその薬塗ってる動画も撮ったんですけどこれニキビ熱いじゃないですか多分ニキビの広告多分熱いと思うんでこ度ちょっと攻めようかなっていう <laughs> もう自分のピンチをチャンスに変えるってね多分ねニキビ系の動画撮ったことないのでこれええやんみたいな <laughs>、ね、ニキビ熱いですからね何なんですかねうんみんなやっぱ できることすらやらないっていうね。そう。まあ、おこまんじょじゃしくも、なんか、湯河原でやってあっという間ですね。本当に。だってもう、このシリーズ終わったらもう3000本じゃないですか。久保さん。<laughs> 3000本。<laughs> 約3000本ですね。1000話は、ちょっと、何年後に公開するかわかんないですけど。1000話どうしようかな。まあ、ちょっと考え中です。はい。有料で線話は公開しますから。<laughs> で、えっ、ー、と、テーマはですね、なんだろうな。うん。今をお金に帰ろうっすかね。今を。<laughs> 今をお金に帰ろうにしましょうか。うん。なんかその、今起こってる出来事。あ、あとね、これもちょっとの動画撮ろうかな。とね。 タップ買ってきましたよ。これもちょっと買ってきたんでいっぱい。だから今起こって,てる出来事だったりとか今やったことだったりとかそれをアウトプットしていく。うん、でそれは何の意味があるのって多分ねおそらくこんな私がコップをねじゃあただレビューしてね買ってきましたって言ったとしてもうーん誰が見るんだ って思うじゃないですか。そこに意味があるのかっていう多分問いがあると思うんですね。で、みんな意味があること、稼げるからやる。億万長者合宿も、稼げるんだったらいくらでも払いますよと。億万長者になれるんだったらいくらでも払いますよみたいな。みんななんか意味がある。稼げるからやるとかね。でも、意味を見出すことが大事だと思うんですね。わかります。意味があるからやるんじゃなくて、あの意味を自分で自ら作っていくっていう。 うん、あ、これ、意味を作るでいい意味を作るとかのタイトルでいいかな。なんかその、意味がないけど意味を作り出す。だから意味がなくても、意味がない動画からでも、うん、収益を出していくとかね、結果を出していくっていう。で、でもその意味がないことですらやらないと結果はわからないってことですね。まあ、実際に僕、あの買い物してきましたシリーズがもう,もうちょっと100本ぐらいになるんですけど、 あの別にね手越さんとかねなんかその芸能人が買い物してきましたっていう動画じゃないんですよだけどあのー、ある一定の方はね見てくれるんですよっていう僕は結果を得てまあ見て面白いですって買い物してきました面白いですって言ってくれたんでまあ、ずっとシリーズ化で続いててもうちょっと100本なりますけどそのなんか何気ないなんかそのパーカー大学生とかね パーカー大学生、今何人だチャンネル登録。パーカー大学生か。何気ない動画なんですよね。パーカー大学生。パーカー大学生の日常。50万人ですね。はい。あの、1週間前アップしてるやつが、大学の,大学の研究、配属に沿えて勉強する大学の1日ブログ、ルーティーン。 大学生の一日のルーティン <laughs> 朝起きた瞬間に遅刻を確信した大学生の一日156万回 <laughs> 朝起きた瞬間に遅刻を確信した大学生の一日これなかなかコピーライティングうまいなこれは <laughs> 僕が彼女を作れない理由 <laughs> ただ喋ってるっていうね これ別に芸能人じゃないじゃないですか。ね。まあ、もはやもうチャンネル登録50万人ぐらいいるので、まあ、あの、あれかもしれないですけど、普通の学生じゃないですか。その学生がね、彼女を作れない理由をぼやいてるだけじゃんこれちょっと見ていいですかね。<laughs> 彼女を作れない理由、4分。うん、これ脳編集ですね。脳編集で、しかもあの、洗濯物ね、洗濯物めっちゃあるし、もう、 うん、マジ大学生の部屋みたいな感じですね。ワンルームみたいな <laughs>。これ84万回ですね <laughs>。うん。そう。だからなんだろうな。芸能人じゃないとあの再生されないのかっていうわけじゃないんですよね。だそこも知らないのかな。 だから要は YouTube ってそもそも一般の素人が投稿しているプラットフォームだったんですよ。そもそも論として。で、その一般の人たちのに興味があってみんな見てるわけですよね。そもそも SNS って、SNS の本質って何かっていうと、一般人がやってるわけじゃないですか。で、その一般人がやってる Facebook に興味を持ったり、投稿に興味を持ったりとか。 なんかそ一般の人じゃないですか、やってるのって、まあ、大半が。最近、YouTuber、芸能人に入ってきましたけど、それは最近の話であって、だもし、一般の人の投稿が見られないんだったら、SNS っていうのは発達しなくないですか、そもそも、うん。この人どういう人なんだろうとか、この人何なんだろうとか、なんかその何気ない、要は何気ない動画って、テレビじゃ見れなかったわけじゃないですか。 分かりますホームビデオっていうのはホームでしか見れなかったんだけどうーんそれが一般の人でも見れるようになったって話ですよねだからそこに価値があるわけじゃないですかある一定の希少価値その人の家の物語もねだから今彼女とそうあのなんだこうかカップル YouTuber かとかね カップルの日常とかね。今まで、そのカップルの日常って芸能人のカップルちゃういますよ。一般のカップルですよ。それの日常とかね。わかりますでもそれは今まで出てないんですよ。だからそこに価値があるわけですよ。だから要は、今までテレビが放映できなかったことが放映できることに価値があるんですよ。わかりますかだかあなたが発信することによって、それはあなたしか発信できない。 価値なんですよ、ね、だからそれはね、まあ、わかんないと思いますけど、わかるようになるといいと思います。<laughs> うん。最近久保さんね、すごい YouTuber 出てきたんですよ。めちゃめちゃ、うびっくりして、マジかと、こんなやつらおんのかと思って、すげえなと思って、まあ昨日ちょっとね、あるとあるね、あの、エロサイトを見てたんですよ、夜。で、エロサイト見てたら、なんかその、 エロサイトに出てい、エロサイトで、エロ、まあ、エロ共有動画ですね。エロ共有動画で、あの、活躍しているらしい、初めて昨日の夜知ったんですけど、で、その20歳か、20歳のカップルが、そのエロ共有動画サイトですごく、あの、なんか、あの、整形立ててるというか、なんかいろいろやってたんですよ。で、いろいろ、 リサーチしたんんですけどなんかサブスクも1900円ぐらいでやってて <laughs> しかもあのすごいんですよ <laughs> で普通にそれをやってるんですよねでででユーチューバーデビューしましたみたいなで YouTube1 本だけアップロードしてるんですけどでコメント欄にうちの息子がお世話になってますみたいな <laughs> いやでもねマジすげえ時代になったなと思いますねいや これが普通にやられてるんだみたいな、なんか時代の革命を感じましたね。いや、マジで普通なんですよ。まあ普通、普通のカップルなんですよね。普通のカップルが、まあ男の人が M、MO みたいな感じなんですけど、<laughs> で、女の子がすごいんですよ。で、MO の彼氏をなんかこう、ね、なんかこうやるんですけど、あすげえなみたいな、これ出しちゃうんだみたいな。 <laughs> いや、ちょっとね、びっくりですね。時代変わったなと思いますね。ここまで来たか、みたいな。久保さん、すごいですよ、今。びっくりしましたね。で、それを YouTuber デビューしました、みたいに言ってて、まあ、そこのね、その、X ビデオじゃないですけど、他のもう一つの有名なところなんですけど、名前一応、P なんだっけな。あるんですよ。いや、すごいですね。 うんなんか露骨,で露骨に出てくるっていうねすごい時代ですよもう,もうやばいっすねうんだからそこってアングラだったじゃないですか昔はその一本堂とかカリビアンコムとかなんかすげえアングラな黒いサイトでねなんか <laughs> まあ今もそんな感じありますけど なんかね、そこにいる人たちが YouTube に出てくるってマジで革命だなと思いましたね、僕。てかそこで普通に20代がね、活動しているっていうね、普通に <laughs>。いや、でもね、僕、ぶっちゃけ頭いいなと思いましたね。さすがに僕、それではできないですけど、だってまあ、なんだ、人間として生きてたら、ぶっちゃけまあ、普通にする行為じゃないですか。ど,どうですかね。 絶対しますよね <laughs> だからその普通にしてる行為を活用して生活するっていうね何なんですかね <laughs> すごい時代ですねだからまあそれはね多分ねできる人はほんと一部だと思いますよだけどそのパーカー大学生の日常みたいなことはできるでしょうみたいなただ普通のだからパーカー大学生の日常じゃなくてねあのだからあのなんだあれですよ漫画で言うならば あの福本作品に出てくる黒沢ですよ。黒沢もあれ、普通の冴えないおっさんの日常ですよ。わかりますそれが面白いわけじゃないですか。黒沢ってなんやねんって話じゃないですか <laughs>。でも、あのコンセプトって、どこにでもいるような、その、冴えない、冴えないおっさんなんですよ。で、冴えないおっさんの、なんかちょっとした、この、わかる、なんかわかるよね、それみたいな、なんかその、すごいことじゃないですよね。わかります 全然まあ最後の方はちょっとねあの物語がもうすごいことになるななんたからすごいことになってくるんですけど最初の方なんかもう本当にあのなんか誰でも思うようなことなんですよ、うん、だからなんだそれでもいいわけじゃないですかおっさんの日常みたいなねあの 49歳おっさんのなんかねなんかあのあれもあったな日常系結構なんかねあの YouTuber もいたの一回見たんですけどあのなんかおじさんのになんかリストラになったおじさんみたいなうんなんかねすげえ再生されてましたよ ありますね本当にはいということであのー、あこれはあれじゃないですか「×いち孤独な50代のリストラ8万回」これ女性の方ですねちょっと固まっちゃいましたね 富士山をすげえ回してますよ。3万回ぐらい回してる。52歳独身生活のしんどい日々、はあ、宇宙人に打たれた日。<laughs> これパンチあるなこれ3万回回してますね。52歳厳しい生活の中、生きるために大切なこととは。どうですか。52歳の暮らし。まあ、正直、あの、まあ、すみません。僕の好みでじゃないです。 僕の好みじゃないですけど、タイプじゃないですけど、あのー、52歳の暮らし。はい。3万回回してますね <laughs>。52歳一人暮らし。この先不安しかない <laughs>。いや、でもこの人すごいですね。やってますね。うん。これ一番回してるのは、どれぐらい回してるんですかね、これ。14万回回してますね。時給900円の仕事場見せます <laughs>。 アラフィー苦悩14万回ルームツアー貧乏アラフィーの決意さよなら宝物12万回どうでしょうか芸能人しか見られないんでしょうか うんいっぱいあるね。いろいろと。まあ、あとね、僕が好きなやつは、あの、1700万でさらにハゲてるやつがあるんですよ。あ、その人。その人、チャンネル登録なんだ。1700万だったな、借金。ハゲあ、2700万ですね。2700万借金返済ストーリー。若ハゲの生き様。<laughs> 6万人ですね。若ハゲの生き,生き様ですよ。 借金男給料日当日の贅沢ルーティン101万回 <laughs>。借金男給料日当日の贅沢ルーティン <laughs> 100万回ですね。100万回回してますよ。もはや借金があった方が稼げるんじゃないかなっていう <laughs>。ま、あハゲてるし借金があった方が稼げんじゃないかなみたいな話ですよ、もはや <laughs>。 まあでもやらないですからね。そうは言っても、こんだけ、こんだけ事例、こんだけ申し訳ないですけど、もう調べれば調べるほど、こんだけ事例があってね、あの、やらないっていうのが僕わ、わかんないですね。事例あるんですよ。答え、まあ答えみんな欲しいのに、答えも,もうあるわけじゃないですか。答え。そパーカー大学さんもノー編集ですよ。基本は。まあ今編集してるかわかんないですけど、さっき紹介したやつとかね、編集してなかったですからね。多分ア iPhone かなんかで撮ってるでしょうけど。 はいろいろブツブツ言いましたけど行いってらっしゃい。